皆さんこんにちは、モトラットつくばです。今回は盗難保険についてのご案内です。当法人、モトラットつくばには盗難保険の制度はありません。そして BMW モトラットジャパンの方にも盗難保険の制度はありません。世間的にちょっと話なんですけど、例えば四輪車、普通自動車で、例えばその盗難保険を貼りたいということであれば、通常任意保険に加入していただければ、その車両保そのうちの車両保険ですね、入っていただくと盗難保険を負担するというルールで、あまり考えることはなく入ることができます。バイクの場合にも任意保険には車両保険がありまして、車両保険に盗難保険があればいいのですが、盗難保険が存在しないのが一番の問題です。じゃあどうするかって話なんですけど、別会社になりますが BMW モトラットクラブジャパンというところがあります。BMWAG ドイツ社交者公認の、法人になるんですけど、こちらの方でご入会していただきまして、会員になっていただいて、ここで、盗難保険が入れるということになります。ちょっとこの2面が盗難保証制度のこのこちらのパンフレットで店内に一応設置しております。やはりお話が上がった時に、当店もやはり提案をするべきかと思いますので、置いております。この盗難保証制度に関してなんですけど、そうですね、概要、愛車が盗難被害に遭った際に所轄警察や盗難届出後1ヶ月以内に車両が発見されない場合、同等の代替車両購入費用加入料算定基準となる車両価格の 90% 過去初年度から 60% 5年目まで補助されます。最高で5年まで可能ということです、加入が。対象はその BMW モトラット責任者新車中古車ですね、購入し、車検証に記載された新規登録日から1ヶ月以内の車両を所有する方が対象なんですね。はい、ちょっとすいません、絵的にちょっと細かい文字が見えないのでちょっと読み上げております。また BMW モトラット自動車保険車両保険の負担なのでご契約者の場合、保険契約日から1ヶ月以内の車両であれば、加入期間1ヶ月を過ぎた車両、初年度登録6年についても本制度に加入できます。はい、なので保証期間は最長5年間ということです。1年目は 90%、 2年目は 85%、 3年目は 80%、 4年目は 70%、 5年目は 60% で、これ決まりになっておりますね。はい、加入料は本当車両によって様々なんですけど、はい、一般的な金額というのはなかなかちょっと個々によってちょっと変わってまいりますので、その都度個別で、いわゆる計算させていただいてって感じです。この計算例をちょっと見ると、 R1200GS アドベンチャーのこの当時の価格で249万2000円の、2.9%、 0.029 をかけまして、さあ72,268円。実際この会員の手数料とかが入ってきますので、まあ実勢で言ったら8万9万ぐらいになってくると思うので、実際お申し込みの流れはこんな感じなんですけど、まあ重要事項説明書をちゃんと目を通していただくのと、ご購入、ご記入とご郵送、振り込み、ご登録完了、管理者送付っていう順番になっています。そうですね、やはりこう愛車の盗難ってのはあまり考えたくないんですけど、万が一盗難がもし起きてしまった場合、正直残るものはもしかしたらバイクのウェアとかヘルメットだけになってしまって、非常にそうですね、何とも言えない、そうですね、当店から見るとちょっと声が吐きづらい状態になってしまいます。非常にすごく大事な問題かもしれませんので、ご興味ある方はぜひご相談ください。ということで今回は、盗難保険のご案内でした。ありがとうございました。